紫輝くんの優しさと怖さ、友情と信頼の物語。紫輝くんの怖さとは、彼が自分の信念や価値観を貫き通す姿勢から生まれるものなのかもしれません。平野仕様の名前を耳にすると、多くの人がその芸能界での卓越したキャリアと印象的な個性に惹かれることでしょう。しかし、彼のプロフィールについての議論は、しばしば彼の人間性や行動に焦点を当てることがあります。それでも、 その真相はいつも謎に包まれています。4年以上も前、私は彼らのグループの活動をフォローし始めました。彼らのダンスの動き、歌の美しさ、そして何よりも、彼らの間に芽生える友情と信頼に心を奪われました。彼らはまるで一つの家族のように、お互いを支え、励まし合っていました。その中でも、特に注目すべきは紫輝くんとカイちゃんの関係でした。動画内の一幕で。 ファンたちは星野くんの怖いという言葉に戸惑っています。しかし、これが本当に彼の本音なのでしょうかもしそうだとしたら、その背後にはどのような事情があるのでしょうか一部の人々は、これが彼のキャラクターの一部であると信じています。しかし、真相はそう単純ではありません。紫輝くんは、常に周囲のメンバーを気遣い、彼らが困っている時に手を差し伸べる存在でした。彼の優しさは、 その深い信頼関係から生まれていました。カエちゃんは紫輝くんが自分を怖いと感じることに戸惑い、同時に驚いていました。その言葉はかのないに秘められた強さと責任感を示していたのです。しかし、私はずっと疑問に思っていました。彼らの公の姿とプライベートな一面、そしてファンの目に映る姿と、彼らの本当の関係性とは一体どのようなものなのでしょうか 映像やイベントでは見せる笑顔や仲良しの姿と裏での彼らの本音は一致しているのでしょうか私は彼らの関係性について考え込んでいるうちに新たな視点が浮かび上がりました。もしかしたら彼らの言動や態度には単なる表面的な意味だけでなく真相心理が隠されているのかもしれません。彼らの言葉や行動には時には感情の裏返しが見え隠れしているのです。例えば、 カイちゃんが起こりやすい一面を持っていることを知っている紫輝くんが彼を注意する場面があったという話です。その際、紫輝くんはどのようにカイちゃんに注意したのか、そしてその背後に隠された死には何があったのか、私は興味津々でした。紫輝くんの怖さとは彼が自分の信念や価値観を貫き通す姿勢から生まれるものなのかもしれません。一方で彼らがお互いを理解し愛、支え合う姿も、 彼らの関係性を知る上で重要な要素です。カイちゃんが、ーは優しいというように、彼らの間には深い信頼と理解があるのです。彼らがお互いを認め合い、励まし合う姿は、ファンとしても理想的な姿です。しかし、彼らがただ仲が良いだけでなく、プロフェッショナルとしても信頼できるかどうかは別の問題です。彼らがチームとしての責任を果たし、結果を出すことができるかどうかが重要です。 そして、彼らが本当にお互いを理解し、愛、支え合っているのかどうかは、彼ら自身にしかわからないことなのです。結局のところ、彼らの関係性や本音は、私たちファンには見えない部分が多いのかもしれません。私たちは彼らの言動を通して、彼らの内面を理解しようと試みますが、それは時に限界に挑戦することでもあります。星野くんとの関係性を深掘りりしてみると、彼の真の姿が見えてきます。 JR 時代から活動を共にしてきた仲間たちは、彼をカイちゃんのような頼れる存在として捉えています。カイちゃん自身も、星野くんを、優しいと評しています。この信頼関係があるからこそ、彼らは互いに本音をぶつけ合えるのです。素晴らしいグループの一員として、彼らはお互いを認め合うことができるのです。しかし、ファンの中には、このような言葉を理解できない者も,もいます。 彼らは、芸能人を非難する言葉を投げかけることに熱心ですが、その真意はいかにでしょうか彼らは一体、何を求めているのでしょうかそして、もう一つの疑問が浮かび上がります。星野くんがカイちゃんの行動を注意したことについて、どのような経緯があったのでしょうかその背景には、どのようなエピソードが隠されているのでしょうか彼の怒りの真相を探るたびは、興味深いものになることでしょう。 一方で、彼らの関係性は常に表面上のものに過ぎません。彼らの私生活や本当の心情はいつも秘密にされています。しかし、それが彼らの仕事上のパフォーマンスにどのような影響を与えているのか、また彼ら自身がそれにどのように向き合っているのか、私たちにはわかりません。しかし、最終的に真実は本人たちにしかわかりません。私たちができることは、彼らを理解し、 彼らの仕事と人間性を尊重することです。彼らがファンとの絆を大切にしていることは明らかです。彼らの素晴らしいグループダイナミクスを楽しむことができれば、それで十分です。星野くんの言動について、私たちはまだ多くのことを知りたいと思うでしょう。彼のキャラクターがどのように形成され、彼が仲間たちとの絆を築いていくのか、興味深いテーマです。彼の人間性や行動についての議論は、 今後も続くことでしょう。では、次なる謎に挑戦しましょうか。最後に、私たちが見る表面的な言葉や行動だけでなく、彼らの背後に隠された真実を理解することが重要です。彼らの関係性や個々の人格について考える際には、常に客観的な視点を持ち、多角的な視野から物事を見ることが大切です。そして、彼らの言葉や行動の裏に隠された真実を見極めるために、 私たちは常に疑問を持ち、探求心を持ち続けることが重要です。では、あなたは彼らの関係性や本音についてどう考えますか彼らの言動の裏に隠された真実は一体何なのでしょうかそれを考えることで、彼らの関係性や人格について新たな理解を深めることができるかもしれません。